とかも全部決められる方が、まあ、なんて言うんでしょう、楽しくなりやすい性格。うん、なるほど。試し引き。どうもこんばんは。お願いします。そんな感じなんですか。よろしくお願いします。イエーイ。ということで、これはですね、あのギターイノベーション大学っていうあのオンラインサロンやってるんですけども、まあ、そちらの、まあ、企画であのトーク、まあ、こうズームトークをですね定期的にやってるんですが、今回はですね YouTube ギタリスト縛りということでですね、このこの皆さんをお招きしてですねトークできたらなと思っております。ということで豪華なねメンツなんですけど、ちょっと一人一人ですね自己紹介をいただこうかなと思うんですけれども、勝手にやってください。あの俺言うてじゃあ大森さんから。いや大森さん最後の方がいいですよ。僕から行きますね。いやいやいや。どうも皆さん初めまして、リキギターチャンネルのリキでございます。知ってる、みんな知ってる。リキさん、はい。そして、あ、はい、ではあの僕が、Z ギターチャンネルの溝下優也と申します。はい、よろしくお願いいたします。イエーイ。 あの溝下さんだ。はい、チャンネルのあずきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。グイグイ。そしてラスボス。ラスボスってそれ。ラスボス来ました。すごいやりづらいんですけど。はい、あの生ギターチャンネルっていうチャンネルをやってます。大森です。よろしくお願いします。イエーイ。ね、みんなね、ご存知だと思いますけども、そのこの5人でですね、ちょっとまあいろいろ、まあ YouTube のあれやこれや、まあ関係ないこともあれやこれやですね、ちょっと喋って、まあ皆さんのね、学びにつながったりとか、発見につながったりとかしていただけたらなと思って、まあこの人気のですね、皆さんにちょっとお集まりいただいて、ちょっとトークをやってみようかなと思うんですけども、皆さんあの関わり合い、あの今まで会ったことあるだの、僕ね溝下さんはお会いしてね、あの時代優のそのあの、はい、でも会ったことあるしっていう感じなんですけど、あとは大森さんとね遠くであの一回やらせていただいて、はい、あと、はい、リッキーさんと和樹さんは初対面というか、はい、そうなんですよ、ね、初めておしゃべりしましたけどもね、そのリップとかでちょっとやり取りさせていただいたことはあったんですけれども、そうですね、そうそう、それぞれはどうですか、大森さんとリッキーさんこの間ね、僕のクソ画質が悪いやつですいません。すいませんでした。メガネ忘れてたやつですね。メガネ忘れてたやつ、もう最悪なやつですね。いや、僕と溝下さんもなんかでツイッターの DM とかでやり取りしたり、なんか溝下さんに卵焼きの作り方とか教えてもらったりとか、どんなやり取りしてんすか。そうそう、動画送りました。そうそうそうですよ。リチギリめっちゃ動画作ってくれて、いやマジかと思って。はい。カズキさんともなんかツイッターでね、僕となんかちょっとやり取りしてて、はい、近々コラボしましょうよみたいな話とかしてたりします。はい、楽しみにしてます。ツイッターでのやり取りはね、お互いそれぞれちょこちょこあるみたいですね。じゃあ僕初めてあのカズキさんかな、うんうん、話すのは溝下さんも実は直接っていう形では初めてなんですけど、一回僕の動画チャンネルで紹介はさせていただいたんですけど、あ、本当にありがとうございました、その説は。いえいえ、残るはあの和樹さんだけなんですよね。あの有望な人みんなに僕唾つけてやるって。そうそう、でそれぞれのね、まあ、印象なり、まあ、どういう人なのかなみたいな、あのなんかそういうのをちょっと語ってみたいなと思うんですけども、皆さんなんかあの、まあ、動画で見る印象と、あのそのなんだろう、このトーク、それぞれトークもやってらっしゃるんで、その時、まあ、動画ってこう作られた動画の時の印象と、その素で喋ってる時の印象と一緒の方もいれば、ちょっと違う方もいたりとか、うん、僕大森さんすごい怖い人だと思う。ああ、わかります。ちょっとわかります。うん、もっと怖い。どういうこと、そんなんですか、そういう印象は。強そうだなと思って。そうなんですか。ちょっとそれはあれですよ、僕逆です。逆です。そうで、リッキーさんはすごいこう、はい、なんかこう弾ける人だと思ったら、あ、はい、時すごいなんかこうかあっていう感じの、ああそうですね、なんか陰キャなんですよ僕は。陰キャ陰キャというか、なんかまたイメージ違うなっていうね。なるほど。うんうん、うん、
溝下さんなんかなんか一定な感じもするし、はい、どうなんでしょうね。だいぶキャラ作ってるつもりですけどね、動画で。あ、そうなんですか。和樹さんもまあ一定というか、あの、うん、あの、あの印象通りの感じの物腰の柔らかい感じっていう。一緒です、好青年ですよね。こうやって、こうやって喋っててなんかこう、あ、この人全然なんか実際に喋ってみると違うなっていう雰囲気、今、まあ、まだ5分も経ってないかもしれないですけど、うん、そんな方いらっしゃいます、この中で特に一緒。いや、いないですね、僕は。そのまま割と一緒の雰囲気です、みんなそのまま、うん、そのままか。まあじゃああんまりこうなんかキャラをこう作ってやってるっていう感じでもないですね、皆さんそんなに、うんうん、なんか作ってるとなんかしんどい感じはありません。そうですよね、疲れますよね、多分ね。そうですね、そんなにこうガチガチでなんかうまいこと喋ろうとか思うとなんともならない時が多いですね、やっぱりね。ありますよね。いやでもこう自分でこう動画を撮影して喋る側になってみると、あのリッキーさんの動画見てるとめちゃくちゃ面白くて、いや、あのテンションでカメラの前でやれるってすげえなってめっちゃ思って、うん、今日もね動画見てました。ああ、そうそう、あでもあれはそのカメラマンとして大梅さんって言って僕の彼女がいるんですけども、うんうん、その彼女が目の前にいるから、あれ急にみんなの声が聞こえなくなった、え、聞こえ始めた。なんで僕が喋ってる間みんなの声が聞こえない。いるので彼女がいるので、うん、そのまあその人に向けて喋ってるみたいな、そのカメラの向こう側の視聴者とかカメラの存在とか全然気にしてないんですよね、その時の僕って。そうです、だからああいう風にできるっていう。一人だったらできないんですよ僕。そっか、俺もそう、やっぱり人がいないと全然喋れない、ね、そうなんですよね。僕逆ですね。あ、マジっすか。あ、もうそうなんですか。もうなんかあの一人でやりたい、部屋で、うん、めっちゃわかります。僕も一人でやりたい、やりたいですよね。あ、そうなんですか。そうできれば部屋だけじゃなくて家一人の時にやりたいみたいな。逆に聞かれてたらちょっと緊張するみたいなあります。うん、あ本当そんな状態。奥さんに喋ってらっしゃる時もなかったですか。すみません、ちょっと聞こえなかったんですけど、奥さんに喋ってらっしゃる時もなかったか。あ、それはそういうなんていうコーナーじゃないんですけど、うんうん、まあ質問読んでもらって、うんうん、僕がその答えて一緒になんかこうワイワイやるみたいな、そういうのは全然いいんですよ。うんうん、ただそのなんか演奏双方解説入ったりとか、あ、なるほどね、するってなるとやっぱりちょっとこもってなんか誰もいないとこでやりたいみたいな感じなんですよ。全然もう取りもう全然喋れなくなりますね、一人だと。ああ、そうなんですね。うん、何でも最近山口さん、あの動画の冒頭の挨拶かしっかりなんか始められたじゃないですか。しっかりやってめっちゃしっかり喋られてましたけど。本当ですか。どの動画、ね、そうなんですよ。この前なんかツイッターでそのカメラの前で喋るの苦手だとかってツイートされてましたけど、あ、めっちゃ普通に喋れてたのすごいな、さすがプロだな。いや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 、もう全然です。一人だともう本当に台本読みまくりだったりしますね。なるほど、うん、あの機材紹介とかばっかりやってるんですけど、あ、これ言ってあれ言ってとか考えてると喋れなくなるんで、もうちゃーってもう一時。なるほど。そう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 。僕もそんな感じです、割と台本めっちゃ作り込んでます。あ、本当ですか。はい、うんうん、あ。僕もですね、台本めっちゃ作ってます。みんなちゃんとしてるんだ。いや、台本ないとグダグダになっちゃうんで。そうそう。編集がね大変ですよね、後で、ね。ですね。うん。そう。それがあるんで、うん。で、まああのいろいろ今日はですねお伺いできたらなと思うんですけれども、まあまずまあ皆さん共通してるのがその動画っていうところで、まあいろんななんでしょうね、こだわりだったりとか、まあその。ね、週に何回は上げるとか、まあ、いろんなそこからこういう動画は絶対上げないとか、まあ、いろいろこだわりだったりとか決まり事みたいなのを持ってらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、お一人ずつちょっとお伺いできたらなと思うんですけど、例えばリッキーさんだったら、はい、まあ、機材紹介もやってらっしゃるし、例えば、はい、ね、レッスン系の動画もやってらっしゃるし、結構多岐に分かると思うんですけど、はい、これはあんまりやんないぞとか、なんか自分で決めてる線引きみたいなのあったりしますか。ああ、僕早引きはやらないですね。あ、プレイ面で、演奏面で。そうなんですよ、うん、いや自分が苦手なプレイとか、例えばジャズとかもそうなんですけど、ジャズと早引きはほんまにできんくて、はいはい、でそういうのって無理に教えると、うん、無理に教えないっていうか、なんか視聴者のためにならないから、その無理に教えないようにはしてますね。そこはこう選んで自分の得意分野だけみたいな、得意なことだけやろうかなと。やっぱブルージーなやつですかね。
そうですね、僕もなんかちょっと早くなる映画好きなんで、ああいいパンになって、ロベン・フォードとかね、やっぱね、ああロベン、はい、とかね、ああいう最高ですね、うん、だってちょっとブルースロックっぽいやつとか歴史、はい、動画が多いんで、そうですよ、見てますけど、うん、本当ですか、うん、あ、よく見てますよ僕、ありがとうございますそんなありがとうございますって丁寧に言われて、いやいや溝下さん、光栄ですね、はいはい、溝下さんどんな感じで、あ、僕はですね、やっぱりその YouTube 後発組なんで、あのもう焼け野原なんですよね、正直ね。焼け野原まず、まあ、滝沢さんがいらっしゃるじゃないですか、もう10年選手の。うん、もうその後の第1世代ですね。リッキーさんがもう全部根こそぎいっちゃってるんで、第2世代。本当にもう隙間隙間で、あ、もう僕はカッティングだけやらせていただきます、みたいな感じで。やってるんですけど、まあ、最近ちょっと欲が出てきて、そのね、やっぱり1万人以上出てきたら、やっぱいろんな人の要望が、うん、この人の意見とかも取り入れてみようかとかってやって、まあ、機材を紹介してみたりとか、まあ、いろんなことやってるんですけど、やっぱりカッティングやるとやっぱ皆さん喜んでもらえるんで、うん、なんかその今もし YouTube とかやるのであれやったら、やっぱそうカッティングとか、まあ、僕がカッティングやったんで、他の人はなんか別のことやったりとか、なんかそういうリズムギターって感じですね、うん、リズムギターとかやってるとかですね、うんうん、なるほど、リズムギター、だから内容で言うとそんな感じですかね、リズムギターで今後もずっと、わかんないですけどね、でもそういう存在であれたらいいかなとは思ってますね、でもそういう形で今後、まあ、例えばその溝下さんの後にやっ、うん、ね、こう YouTube 始めるっていう方はなんかこうニッチなとこっていうか、まあ一箇所、うん、ここだけは負けんぞみたいなポイントがないと結構厳しいかもしれないですよね、やっぱりね、そうですね、で、まあ、やっぱキャラクターがつくんじゃないですかね、そうすると、そうそうそう、まあ、今だったら、まあ、メタルの人とかってあんまりないから、ひょっとしたらメタルも来るかもとか、あ、確かに、うん、なんかいないかもしれないですね、ですよね、意外とね、うん、意外とそうだけど、そう、うん、全部メタルでアレンジして弾く、解説するみたいなとか、面白いかな。ないないない。僕絶対できないんで。うん、で海外だと、オラさんかな、あの、機材紹介。もう何の機材紹介しても、ズンっていう。そうですね。そういうか、なんかやっぱね、キャラ作りっていうか、キャラのね、なんかこれしかやんないぞ、みたいな、そういうちょっとこう、絞るっていうのは、あまりにも雑多になってもなっていうのは確かにあるかもしれないですね。大森さん結構長いですけど、はい、まあ、そのこの前お話しいただいた時にエレキはやめたっていう、そうなんですよね、このスタイル、ソロギターを始めた時に、うん、まあそれまで僕もエレキやっててバンドやってたんですけど、うん、これはちょっとあの全身全霊で挑まないと無理だと思ってやめたんですよね。それで、その、まあ、YouTube 始めたのも5年ぐらい前なんですけど、その時は別に、あれ急にまた僕も聞こえなくなったんですけど、多分ですよね、それありますよね、誰も喋ってないですよ、ね、誰も喋ってないからノイズゲーム、いや、なんかさーって静かになったから、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよね、え、なんだっけ、そうそうそう、で、何の話でしたっけ、うん、そうそう、そう、アコギを始めた時は、そういう経緯でエレキをきっぱりやめて始めたんですよね、うん、なので僕の YouTube というか、そのフィンガースタイルギターソロギターの講座、うん、ギター講座をネットで作って売りたかったんですよ、うんうん、それが第一目的で YouTube はそうなんです、 YouTube はそれの宣伝目的というか広告媒体でしかなかったんで、最初は、うん、もう最初からだから、もうニッチなところから始まって、逆に僕はなんかこう、そういう意味では苦労したんですけど、うん、それって勝負できるのかなみたいな、でもフィンガースタイルでやってらっしゃる方も少ないですかね、当時はもう本当いなかったですよね、うん、日本人で配信してる方ってほぼいなかったんで、なるほどなるほど、まあ、果たして日本にマーケットがあるのかどうかっていう不安の中で始めたんですけど、そのまああのアコギのそのフィンガーピッキングスタイルの中でも結構いろいろそのギターだけの話じゃなかったりとか、うん、まあそのトーク、はいはいはい、結構頻繁にやられてたりとか、はいはい、そのあたりっていうのはどういうふうに取られてるんですか、その
アコギだけじゃない、ないっていう方向になってきたんですか、どん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 。そうですね、その5年くらいやってるんで、まあ、いろんなこう可能性を実験しながらというか。なるほど、はい、今はそのトークセッションとかが結構ブームだったりするんですか。これはなんかあのコロナの自粛で僕があの楽しいって思ってただやっただけなんですけど、再生回数的にはね、あの YouTube に喜ばれる動画かっていうと、もしかしたらそうではないのかなっていう動画も確かにいっぱいありますんで、その辺は多分皆さんの方がすごくあのちゃんと やられてるなとは思うんですけど。なるほど。はい、和樹さんは YouTube 始められたのっていつ頃なんですか。僕始めたのが、2018年の多分後半とかにちょいちょい上げてたんですよ。じゃあ全然まだまだ最近。そうですね、ほんまにめっちゃ高頻度で投稿し始めたのもまだ半年ちょいとかですかね、うん、多分。おー、すごい、すごいですね。いや、勢いがすごい、本当に。たまたまこう当たる動画とかが結構多かったりして、おかげですね、多分。もともとやりたかったんですか。もともとやりたかったです。あの、なんかとりあえずギターで弾いてみた動画とかよくあるじゃないですか。うんうんうん、ああいうの昔からずっとやってたんですけど、うん、でもなんかリッキーさんとか竹澤さんとか見てると、はい、あ、レッスンやってて、うん、僕すごいレッスン動画見て、あ、ギター今 YouTube ってギターをこんなに学べるんやっていうのをすごい思って、うん、それ僕もやってみたいなと思ってちょっと投稿し始めたのが最初ですね。でも結構そういう方っていらっしゃるんですよ、僕の生徒さんとかでも。なんかこう、ギターを教えたい、まあ、YouTube で教えたい、でももうみんなやってて、それこそ草木一本生えとらんっていう。でもそんな中でこうガーンっていけたのって何なんでしょうね。僕もねそれ思ったんですよ。リッキーさんとかも他、うん、みんなやってるじゃないですか。こうネタがもうないなと思って、うん、でもそれ言ってると結局何も動けないから、うん、とりあえず自分が昔の自分がこんなこと言ってほしかったなみたいなやつを考えて、うん、じゃあそれを自分で作っちゃおうっていう、そういう軸で作ってますね、いつも。なるほど、他者目線ですね。うん、すごいな、20歳ですよまだ。いや、すごいっすよね、本当に、ね、21になりましたもん。21? あ、本当ですか。おめでとうございます。若っ。まだそうなんだ。21の時、ちゃんと喋れなかったですよ。僕も喋れなかったです。あいうえを覚えたてみたいな。あいうえ、それはやばいですね。なるほど。でね、今ちょっと話もね、その出かけてますけども、そのチャンネルの、まあ、あの育て方というか、まあ、皆さんいろんなスタイルがあって、でもう歴も全然違うとは思うんですけど、だからまあそのなんて言うんでしょうね、その時代、そのリッキーさんが始めた時代とか滝沢さんが始めた時代ってまたね全然それぞれ違うし、和樹さんが始めた時代はまたやり方違うかなと思うんですけど、例えばまあこんなことしてこう、そのチャンネルを大きくしようとしてたとか、まあ、それで成功したこととか、こうバズらせるコツとか、なんかそういうのがあったら、多分その今から始めたいなと思ってる子たちもいるだろうし、いろんな人の参考になるかなと思うんですけれども、なんかこの動画でちょっとこうなんだろうな、光が見えたなっていうのって、リッキーさんだったらどの動画ですか。そうですね、あの僕音楽理論のシリーズ、まあ、すごい基礎的なところなんですけど、そういったところを上げ始めたんですよ、うん、っていうのも僕のレッスンでも結構度数で使うんですよね、なんか、はいはいはい、ルートとかマイナーサードとかって、でそういうのって使う教える側って便利だし、うん、それを生徒側も知ってればなんか英語を喋れるみたいな、コミュニケーションが取りやすくなるみたいな、うん、音楽の、だからそのために、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、音楽理論シリーズって上げ始めて、その音楽理論シリーズの11番、ナンバー11がなんかすごい一時なんか、50再生とかやったのが700再生とかにある月伸びたんですよ、うん、で、ああなんか爆発的にグラフ伸びてるみたいな思って。ちょっとテンション上がって、でなんかその時って収益のあの上限も条件もすごく曖昧だったんですよ、なんか今みたいに1000人以上とか4000時間ではなかったんで、もう収益化できてたんですよ、その頃で。収益もなんか上がってきて、やべえと思って、その動画がまずきっかけで、で、2本目に、11っていうのは何をやったんですか、
その11番目って何を？あ、11番調合、あれですね、調合からキーを、そうですそうです、あのシャープが何個だ、あの3個だったら A ですみたいな。調合みんな気にしてるの、はい、すごい地味な内容ですね。でもそうなんですよ、だからそれを僕も伸びるとか思ってなくて、なんかえなんか伸びたねみたいな感じで、うんうん、で2本目にあのペンタの、はい、ペンタの仕組みを覚えるみたいな動画を上げたんですよ。でそれがなんか1000再生とか、2000、3000、5000とか行き始めて、それでちょっと手応えを感じましたね。はあ、はあははあ、音楽理論がきっかけ、うん、きっかけとしてはそうですね、僕のなんか手応えを感じたのはそういうことっていうか。でもそれってなんかいけるだろうってやってないですよね、つまり。あ、予想してない。あの上げ続けてたら、うん、どっかで伸びるかなっていうのはありましたね。あ、調合で行くだろうっていう感じではないですもんね。あ、全然違います。はい。うんうんうん。そうなんです。そこはまさかで、まあ上げ続けてたら何か上がるかなみたいな。うんうんうん、で、いろんなジャンルを攻めようと思ったんですよ。うん、例えば音楽理論、スケール、アドリブで、なんやろ、あの曲解説とかなんかいろいろ、いろんなジャンルを、うんうん。で、その中のどっかが来るかなとかって思いながらやってましたね。一応その中でどこかにはそのバズりポイント、はい、なんかそのブレイクスルーポイントがあるだろうなっていう予感はしてたんですね。そうですね。ああ、そっかそっか。大森さんはどうですか？僕はですね、2つぐらいあって、うん、まずなんかこの初心者向けの、本当初心者向けのコードの押さえ方と、うんうん、なんかこのコードのダイアグラムの読み方みたいなのを一緒になんか、うんうん、あのホワイトボードを使って、うん、やったんですよね。うーん、それがもう本当なんか初期で、もう本当になんかこんなバズると思ってなかったから、本当にグダグダ喋ってる、まあ、そこにいる友達になんかグダグダ教えてるようなノリでやって、はい、あ、これがバズっちゃうんだっていう、そうなんですね、ちゃんとやっとけばよかったみたいな、そんな動画だったんですよね。それが伸びたのと、あとはなんか、うんうん、これもまたグダグダやって伸びちゃったっていうのが、サイレントギター、ヤマハのサイレントギターってあるじゃないですか、うんうん、それをなんかあの紹介してるような動画だったんですけど、うんうんうん、だから YouTube っていうのを本気でなんかこうこんなたくさんの人に見てもらうなんて思ってなかった時に作った動画がだんだん伸びてきて、っていう感じだったんですよね。じゃあそれもやっぱ狙ってない、ね、狙ってないんですよね。狙ったのはどっちかっていうと、もう本当ニッチな、それこそだからフィンガースタイルギターっていうジャンルを伝え、うん、もっと多くの人に知ってもらいたいみたいな狙いがあったんですけど、うんうんうん、要はそのフィンガースタイルのレッスンを売ってるもんですから、そういう動画を上げると申し込みが増えるんですけどなるほどなるほど。逆になんかこう YouTube 受けというかバズるような、そのなんていうのかな、マジョリティに受ける動画が受けても僕の、うんうん、レッスン申し込みは増えないから、そういう葛藤があるんですよね。なるほどそうなんですよ。これね、ヒーローコンテンツっていうのと、うん、ハブコンテンツっていうのとヘルプコンテンツっていうのがあるらしくて、はいはい、回収受けしやすいっていうのがヒーローコンテンツっていうんですよ。それはまあさっき言ってたこうバズるってやつ。バズるね、はいはい。で多分その大森さんがの自分のその、なんだろう、その商品に誘導するっていうのは、うん、多分ハブコンテンツってやつで、はいはいはい、まあ、あの結構ちょっとニッチなところで、そうですね、はい、ところで、ヘルプコンテンツっていうのは多分あの皆さんがこうそのもしかしたらそのあれかもしれない、あの、リッキーさんがやった調合の話かもしれなくて、あのみんなのこう、うん、ハウトゥーみたいな、うんうん、知りたいことを教えるみたいな。でまあそれをバランスよくやるのがいいらしいんですけれども、まああのそのヒーローコンテンツっていうのは、まあ一般的にはそのヒーローコンテンツをわーっと集めて、うん、そのハブコンテンツを見せて流すっていう、うんうん、そういう方法みたいなんですね。理想ですよね、うん、あんまヒーローコン、そのそれこそその大衆受けするようなヒーローコンテンツっていうのを出してらっしゃらなかったってことですか？僕ですか、うん、狙って出してはいないですけど、その後々 YouTube の登録者が増えてきて、あ、こんな人にこんなにたくさんの人に見てもらえるんだっていうことが、う
っていう自覚が芽生えてからは、なんかいろんな動画を出してみたりとかしたんですけど、まあ好きなギタリストについてひたすら語る動画とか、まあ好きな、あ、これもう一個なんかバズった動画があったんですけど、自分の好きなギターソロについて語るみたいな。意外とそういうの行きがちですよね。そうですね、行きましたね。僕の動画の中ではこうバズった中にも何本かにも入ってるし、まああのなんか賛否両論あるんですよね。低評価と高評価で、低評価が割と多くつきやすいっていう、その自分の好みをただ語る動画っていうのは、まあどういう心理なんでしょうねそれね。なんかやっぱりこう言いたくなっちゃうような、ああ、うん、俺もなんか一言言いたいみたいな、物申したくなるような動画ではあったんじゃないかなと思うんですよね。ああ、でもそういうのを得てして伸びやすいと。そうですね、まあ反響も呼びやすいんじゃないかなっていう。はあ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 、うん、この人こんなこと言ってるけどそれは違うだろうとか。そう、いやいや、そんなこの曲を忘れてるだろうお前みたいな。なるほどね、ちょっと熱くなれるんだ。熱くなっちゃうようなね。なるほど、そういう動画も出したし、まあいろいろ、いや、あの多分僕今思いつかないだけで多分いろいろ出してはいるんですけど、はいはい、でもそれヒントだな。なんか勝手に語る、勝手にその、はい、ナンバー5ぐらい決めちゃうって。そうですそうです、 まさしくおっしゃる通りトップ5出しちゃうみたいな。だ、僕だったらギターメーカーナンバー5みたいな。ああこれ危険っすねそれね。俺が決める。山口さんの立場でそれやるのは危険っすね。エフェクターもうこれ持っとけ5000みたいな、これ持ってないやつはギタリストじゃねえ5000。そういうやつとかね。うん、さん、また山口さんがやると説得力出ちゃうからそれやると。いや、そんなことないですけど。溝下さんはなんか、あ、僕ですか、狙ってる、狙って作ったやつとかないですか。結構やっぱり、まあ、はい、ね、僕がね、そうですね、まあ今のところ一発屋ギタリストみたいな感じなんで。やっぱね、バッドフィーリング、ね、やっぱね、みんなが好きな曲を解説するっていうのがやっぱり最強なんだなっていうのは身をもって感じましたね。あー、なるほどね。もう本当に布袋さんありがとうって感じなんですけど。怖かったでしょ。でもいや、それすごく怖かったんですけど、リッキーさんがね、ちょうどその僕が YouTube 活動を始めて半年とかもそれぐらいの時にコンサルっていうのをね、されてたんですよね。今、はいはい、知ってる方は知ってると思うんですけど、はい、見ました僕も。ですよね、ですよね、それも知ってますよ。そうそうそう、それでまあちょっと全然伸びないんですけどっていう話をした時に、まあいろいろアドバイスいただいて、うん、でまあサムネイルでやっとかタイトルの付け方にやっぱ気をつけた方がいいですよっていうのと、うん、すごく炎上するときは水をたくさん撒いてくださいねっていうことを教わったんですよね。まあ、そのおかげで、まあ、バッドフィーリングはなんか筒がなく、ね、20何万回という再生をいただいたんですけど。すごい。水巻き。こんな言ったんですね。そうですね、26とか25とかなんですかね、今。じゃ見てないですけど。あれも多分、布袋さんの目に止まってますよ。なんかインスタグラム、布袋さんのね、なんかインスタグラムとかで、なんかご自身で解説してたんで、あ、なんか自分で解説するってことは、これ、なんか僕が解説したのを補足してくれてるのかなみたいなこと言ってますけど、まあまあまあ、そうで、まあね、そんな、ね、本当に、あ、そっか、すみません、やらせてもらってますって感じですね。そうなんですよね、やっぱこう、みんなが知ってる名曲をこう果敢に。ね、改めて、いや、みんなもう知ってるだろうと思ってやんないっていう選択肢もあると思うんですよ。定番すぎてちょっともうっていう、それこそそれより新曲でしょみたいな感じでやる人も多いかなと思うんですけど、その中でもド定番のそうですね、しかももういろんな人やってるやつでしたからね。ちょっとね、そう、喧嘩売ってるのかっていう、なんだろう、だから多分それはなんかもう一つ何か要素があるのかもしれないですね、受けた要素が。うまかったとかもあるかもしれない。単純にうまく演奏するとか上手に解説するだけじゃなくて、ちゃんと事前にめちゃくちゃ布袋さん大好きになるぐらい聞いて、愛情を持ってこうなんか、曲聴くとこからやってたからかなとは思いますけどね。そのファンの方から好印象で持ってもらえたっていうのはありましたね。そのやっぱりちょっとやらしい感情というか、うん、そのね、この曲でなんとか俺のチャンネルをみんなに知ってもらいたいっていう気持ちももちろんあるんで、うん、そ
それとやっぱりそのそれをね、なんていうんですかね、超えるぐらいの愛情をやっぱりコピーするにはやっぱ持ってないといけないかなっていうふうにちょっとまあちょっと根が真面目なもんで、下手に触るとやけどするやつですもんね。そうですね。うん、そう思いました。皆さんはそれ以外にもなんかこう画質も音もすごくいいし、いや上手いのももちろんなんですけど、そうですね、プロの動画になってるんで、それは絶対でかいと思いますよ。うん、あ、まあそれはもう映像すごいですよ。いいですね。全然リッキーさんと同じ機材使ってますからね。いやそれがそうです、やばいじゃないですか、もう。僕その機材使ってるのにこんなみたいな。いやもう水下さんのね、うん、学びはすごいです。やっぱり後発組なんで、どうしてもやっぱりね、リッキーさんみたいにやっていかないとなっていうふうに思って、やっぱりそういうところに投資は最初しましたね。やっぱりそういうふうにこうしっかりこう作ることで、こうなんていうか相手にされたわけでしょうね、多分ね。そうですね、スルーされなかったんでしょうね。うん、なるほど。そっか、和樹さんもこうガーって来たポイント多分あったと思うんですけど。そうですね、どれでしょう。あの、ゴーっていうものと同じで、うん、このちょっと賛否両論巻き起こるようなやつがまず1個伸びたんですよ。あ、やっぱね。それがフェンダー USA vs フェンダージャパン。あ、それが、コメント欄で大論争が巻き起こって。そうなんだ。何百再生とかよくてもそれぐらいやったのに、それだけ10万再生一気にいったんですよ。すごいで、まあ、それプラス、あと僕はね、結構分かりやすいヒーローコンテンツが2つ出てきましたね。うん、まず1個目がジョン・フルシアンテの動画、うん、ジョン・フルシアンテ確かに。でもう1個がバック・トゥ・ザ・フューチャーなんですけど、ね、あれも見ましたよ。ジョニー・ビッグッドの演奏するやつ、あれ意外でしたよね、ちょっとね。うん、でもあれもジョン・フルシアンテもジョン・フルシアンテ復帰の時にやったし、はい、バック・トゥ・ザ・フューチャーも金曜ロードショーでバック・トゥ・ザ・フューチャーやってた時にやったんですよ。おお、だからその多分普通に話題になってることをやるとシンプルに伸びるんだなっていうのがあります。あ、なるほど、そのアンテナね。うん、これ勉強になりますね。バック・トゥ・ザ・フューチャーを金曜ロードショーでやって、金曜ロードショーはチェックしろと。そういうこと。金曜ロードショー毎週欠かさずチェックして、その曲だ、主題歌ぐらいバシッと。やっぱテレビとか見てる人結構やっぱり多いんですよ、まだ多分。それ大事かな。そこからね、結構話題が生まれるんで、それに乗っかるとほんまに伸びると思います。M ステ出てたとか。へえ、そういうのですね。あ、それで言うと僕もあれありますね、そのアラジンが映画やってた時にアラジンの曲解説したい動画がやっぱり全然僕チャンネル弱かった時、本当に200人ぐらいだったんですけど、チャンネル登録者数、その時でも何千回って言ったんで、やっぱそういうのチェックするの大事ですね。そう、それは、うん、めっちゃこける時ありますけどね、それで。確かに、うん、なんか割と運任せなところある。今この曲話題やからって生徒さんにこれやった方がいいよって言いながら全然伸びんかったり。でもあれ俺も伸びた、あの USA、 が流行りかけてた時にこれ絶対やった方がいいからって言ったら10万再生以上いってて、お、俺やった。僕もそれやったんです。初投稿僕 USA やったんですけど、めっちゃこけました。ああそうなんだ。そう、分かんないもんですね。はい、ね、一時期ガーって来てたから結構飽和状態になってたのかもしれないですね。うん、僕はなんか一番記憶に残ってるのが、あの高いギターを買った時にクリスマスにヴィンテージレスポール買った時ので、生徒さんに弾いてもらってたやつ動画が最初に10万再生超えして、でそこからこう伸びやすく、なんかそこからちょっとこうリミットが外れたような感じで伸びやすくなったのを覚えてますね。なんかそれがヒーローコンテンツだったのかもしれないと思って、うん、1個伸びたらすごいリミット外れる感じありますよね。ありますよね、確かに。それっていうのは多分だからやっぱりこうなんて言うんでしょうね、その自分のテリトリーっていうとあれですけど、自分のことを知ってない人が見るようなものにしなきゃいけないなっていうのがあって、
なんかこう、そうですよね。あのチャンネル登録者以外の視聴が僕 70% ぐらいあるんですよね。もうなんかリッキーさんと一回その話ツイッターでなって、しましたね。それぐらいって言ってたんで、やっぱりそれぐらいなんか知らない人向けのコンテンツって大事なのかなって。ね、やっぱりこう自分ずっとやってるとなんか視聴者さんが喜びそうなことをやったりとか。しちゃいがちじゃないですか、ね。まあ、そういうのをこうどんどん出したいなと思うんです。でもそれだけじゃダメで、なんかこうそれいつも僕のチャンネル見てない人外にちょっと届けなきゃいけないなっていうところもあったりしますよね、うん。でその時そういう時にやっぱりこう荒れるというね、コメント欄とかが自分のこと全然知らない人が見るから、こいつ誰だっていう感じで、うん、ファンの人が書いてくれてたら、まあ、荒れることはないけど、お前なんやねんみたいな感じのコメント、あ、これは届いたなみたいな、うん、テリトリー外に、なるほど、うん、そういうのあるかもしれないですね。はあ、なるほど。バズらせるコツ、うん、まあ、ちょっとこの枠、自分の枠の外にちょっと投げるようなことしない。だからまあね、自称に乗ったりとか、まあ、流行り物に乗ったりとか、ちょっとあの賛否両論を生むようなことをやったりとか、まあ、そういうことですね。ちょっとまあね、怖いですけどもチャレンジしたいところですよね。なるほど。でね、まあ今その YouTube やってて、まあいろいろ叩かれるだの叩かれないだの言ってますけど、良かったこととか悪かったこともしあれば教えていただきたいなと思うんですけど、まあキャリアの一番キャリアの長い大森さんですかね。僕5年ぐらいですね。はい、僕3年ぐらいなんで、うん、大森さんが一番もしかしたらこの中で長いかもしれないですけど、何かありますか？良かった、まあいっぱいあるでしょうけど、特になんかちょっと意外な部分だったりとか。僕悪かったことって思いつかないですよね、本当に。良かったことしかないなっていう、うんうんうん、まあそのもともとの目的だったそのマーケティングっていうか、この広告媒体としての、はいはいはい、うん、めちゃめちゃ機能してるってことですよね。機能もしてますし、割とこう YouTube 見てくださった方々がなんかこうなんか声かけてくれ、なんかこの例えばあのギターをくださったりとかね、うんうん、そういう、それが、はい、あの沖縄にあるギター工房さんで、松田ギターさんっていうギター工房さんがあるんですけど、あのいきなりギターを送ってくださって気に入ったら弾いてくださいみたいな感じで、で、あのなんかこう選択肢をね何本か言ったんですけど、はいはい、じゃあ自分の好みに合いそうなやつをじゃあ、あのって言って弾かしてもらって、そしたら、いや、それもう持ってもらってくださいみたいな感じで言われて、で今でも弾かせてもらってるんですけど。個人工房。そうですね、個人工房なんですかね、そこは。そうですね、なんかこの構造が、うん、あのギターの弦を張る構造がすごい特殊で、特許を何個か取ってらっしゃるみたいで、その動画もあって、紹介動画もはい、紹介動画してくれっていう話ではなかったんですけど、あの勝手にちょっと紹介させてもらった動画はあるんですけど、なるほどなるほど、うん、まあそんなこともあり、まあそうですね、いいことだらけというか、あることは今のところないですまあそうですね、まあなんかやっぱり僕の場合だと自己紹介コストがないっていうか、あ、はいはい、うん、今まで僕若い、まあ、20歳ぐらいからギタリストの活動してますけれど、やっぱりすごい大変だった記憶があって、自分が何者かって伝えるときに、うん、そのまあ CD とか作ってましたけど、なんか先輩っていうか、その業界の先輩だったりとか、いろんなミュージシャンの人と喋って、なんかこう喋るのが怖かったというか、なんかこう自分に何もないもんだから、なんかこうすごく相手にされないですね、要するに、うん、だからそこで、まあやり方としては、その時にまあ、 あの SNS が まだないけど、まあミクシーとかができ始めた頃だったと思うんですけど、まあそういうのでつながって、うん、まあ、そこでこういうことやってるよ、ああいうことやってるよって言って、まあ頑張ってそういうのをちょっと自分で
なんて言うでしょうね、こう 広げてというか、告知して、で次会う時に、あ、君はそんなんやってんだねっていうことが、だからまあ半年なり1年なり 2、3年なりのスパンスかけて自分を紹介してたのが、 YouTube だと一瞬で、うん、会った瞬間に、あ、見てるっていう、ここから行けるっていうのがあって、なんかもう一瞬その場から仕事始められるというか、その人と今度はああいうのがあって、このやってもらえませんかとか、うん、そういうのが増えたのがすごい良かったなっていうのはありますかね、うん、もし山口さんが今も YouTube をやってなければ、その今のプロの現場での働き方も違ってたと思いますか？そうですね、やってなかったら違うでしょうね。もっと頑張ってたでしょうね、うん、他の仕事。ああ、なるほど。うん、まあ、そもそもなんか一つの柱になるといいなって思いながらも始めたんですけど、あんまりも期待もしてなかったんですが、うん、まあ今や結構なんていうか、割いてる時間は多いかもしれないですね。やっぱ週に2回は、うん、そうなんですね。し、へえ。うん。でそもそもやったのも、そういうその例えばまあ、いつぐらいかな、30代前半ぐらい、まあ、前半から中盤ぐらいまでやっぱりそのアーティストサポートとかレコーディングの仕事を増やしたいと思ってたんですよ。あ、そうなんですね。うん、増やしたいと思ってて、そういうのが増えるかなと思って YouTube 始めたところもあるんですよね。あ、そうなんですか。へえ、うん、でもよくよく考えたら、僕がやってる動画なんてギターの紹介だったりするから、うん、ギタリストしか見てないですよね、うん、でそういう仕事ってどこから来るかというと、アレンジャーとかキーボーディストとか、うん、なんか他の楽器の人から来るわけで、全然違うとこに向けてボール投げてたみたいな感じなんですよ、うん、全然増えなかったですね。あ、そうなんですね。それによって何かが、あの、依頼が来たとかってほとんどなかったですね。で、来るのは、そうなんですか。来るのは、まあ、その機材紹介してくれとかメーカーさんからだったりとか、 あとそのレッスンですね、ギターレッスンの生徒さんが来たりとか、もうそっちばっかり、ね、ギタリストとか、まあ、機材とか、まあ、そういう系ばっかり増えて、でもまあそれはそれでいいかって思って今に至る感じですね。うん、だから、あ、そうなんですね。あんまり力入れなくなったっていうなんか語弊がありますけど、ガシガシそっちの仕事を取ろうっていう感じのスタンスでは今全然ないですね。なるほどです。昔からのつながりで、こうね、僕に依頼してくださる方ぐらいで、まああんま新規で、あんまりこうモチベーション湧いてないかもしれないです僕。そうですか、うん、なるほど。なんかそっちの方がやっぱり自分の融通が効くんで、融通っていうか、そのなんて言うんでしょうね、その自分がやりたいことがやれるっていう、なんて言うんだろう、その裁量が大きい仕事なんで、やっぱりサポートなんてもう本当にもう歯車の1個でしかないので、もうはいはいってやるしかないんですけど、まあそれはそれでいいんですけど、まあ、そういう仕事なんで、まあこっちのそのまあ自分でもういろいろ企画も決めて、誰呼ぶとか呼ばないとかどこでやるとかも全部決められる方が、まあなんて言うんでしょう、楽しくなりやすい性格。うん、なるほど。うん、っていうのにも気づけたっていうか、はい、なるほどな、うん、っていうのもあるかもしれないですね。すごいいい形で YouTube が今活用できてるってことですよね。そうですね、うん、うん、ちょうどいい距離感というか YouTube と、うん、でも基本的にやっぱりこうなんかいろんなことをやりたいタイプでもあるので、一個のことだけずっとやってるとやっぱ疲れちゃうというか、なんかこう軽い荷物でもずっと1日右手で持ってろって言われたら死ぬじゃないですか。だったらずっといけるみたいな
要するに、まあ、あんまりこう一点に集中させないでちょっとまんべんなくやってた方が、まあ、それぞれがこう相互作用もあるだろうし、うん、ということで、なんかうまくやる、それが目標というか、全部まんべんなくできる、まあ、それも結構難しいし効率悪いのかもしれないですけど、いやそれすごいわかりますよ僕は、うん、うん、1個のことずっとって無理なんで疲れちゃうっていうか飽きちゃうんですよね、うんうんうん、なんかね、うん、心が疲れますよねちょっと、うん、なりますか、うん、だまんべんなくできるようにあのそれぞれ頑張るっていう、うんうん、感じにしてますけどね、うん、ミキさんはそのこのまあ、ね、はい、それこそ いいことあったと思うんですけれども、いいことも悪かったこととかってあります、はい、なんかさっき、ね、悪かったことですか、大森さんはなかった、悪かったところ、悪かったところ YouTube をやっていけないとか、いやそんなことないですよ、全然声かけられませんから僕は、本当ですか、リッチーさん僕ってメガネ外すともう別人になっちゃうんですよ確かに分かると思うんだけど、そうですよ、うん、いやこれ絶対分かんないんですよこれ、ほらそっかな、しかもいつもこんな顔してないですからねこんな顔でコンビニ買い物してますからでも分かるな気づかれないんですよこれ、顔バレしてるけど話しかけづらかっただけじゃないですかみんなかもしれないいやどうなんですかね、うん、あでも基本外出ないからそもそも特に最近はそうですし、はい、悪かったことはちょっと思いつかないですかね、ああいやそうなんだやっぱり、うーん、まあ、悪かったことなんかあります、井戸下さん、悪かったこと、悪かったこと、いやないですね、僕も。ホテイファンに戦った、うん、まあそれも幸いそんなにあの軽い軽傷で済んだんで、そんなでもないですよ、ね、まあ死にはしないですからね、まあそうですね、悪かったことはないですね、ないですよね、良かったことはやっぱりいっぱいありますよね、いっぱいあります、うん、僕もともとそのシンガーソングライターをやりたくて、ね、上京してきたんですよ、うんうん、でまあ元でアコギとか弾いたりとかしてたんですけど、うん、だから今やってることと違うんですよね、まあその自分の能力というか自分の活動の限界を感じたというか、うんうん、なんか自分が何になりたいのかがすごい分からなくなってしまった時期があって、うんうん、いろんなそのアーティストのサポートとかやらせてもらったりし始めたりして、うん、自分がその表側じゃなくて裏方の仕事に回ってみたりとか、うん、でそういうのやってる中でこれでは生活していけんなってなって、でもう最終やっぱりその YouTuber になるしかないかなみたいな感じで思ってて、でもそれでもやっぱいろいろありましたね、そのもうリッキーさんとかがいるしとかいろんなことで自分に言い訳してて、なるほどね、でもなんかそのいろんなその溝下くんはカッティングがちょっと上手だからそれでなんか YouTube やってみたらみたいな風にアドバイスもらってやってみたら、うんうん、ありがたいことに、たくさん知れて、してもらって、それでまあなんか、うん、あこの生き方にしようっていう風に決めた感じですね、うん、そこでまあやっぱりその顔も広くなったし、うんうん、そうです ね、うん、いろんなつながりできてみたいな、まあ今は基本的にはレッスンやってるんですけど、うんうん、教える方もともとその一番最初学校教員になりたかったっていうのがあって、そうなんですね、数学の先生になりたかったんですけど、そ、まあ、そのギター始めてからはその全然変わっちゃったんですけど、でもなんかそこが結びついてギターを教えるっていうのは楽しいなっていうふうになって、 YouTube とうまく結びついたっていう感じはありますね、なるほど、お、僕も聞こえなくなった。あ、みんな喋らんくなるとあれなんだな。なるほどなるほど。うん。はい、うん、ね。今はシンガーソングライターをまたこうやってみたいとかってないんですか？今はそうですね。曲作ってないですからね。うん、なんかそこからリハビリみたいな感じになっちゃうんで。うん、なんかでももっとその自分に興味が湧いてくれる人が今多分その薄く広くファンが少しずつついてきてる感じだと思うんですけど、うんうんうん、もうちょっとこう熱量の多いファンがついてきたら、なんかそういう自分発信のなんか音楽作ったりとか、イベントやったりとかそういうことはやりたいなとは思ってますね、満を持してみたいなね、そうですねもうなんか手当たり次第にやってダメだったんで、うん、今はうまくいってるこれに集中してなんかそのステップ踏んでいきたいなっていうふうに、すごいそれはわかる、なんかそのコンテンツの主役が今
僕も自分にないんですよ。僕の後ろにあるギターだったりとか機材だったりとか、そこに主役があるので、だから自分の何かを表現しようというのはあんま考えてないですね、うん、そうまあそのもの作りっていうか、その曲作ったりもそうですけど、うん、なんか作ること自体は割と好きだったんで、動画を作るっていう風に視点で見てみたりとか、まあね、サムネイルを作るっていう風に見てみたりとか、なんかそういう風に気持ち切り替えてみると、なんかすごい面白い仕事やなっていう風に思うようになりましたね。そこも表現ですもんね。そうですね、なんかトータルで何かを作って、うん、でしかもダイレクトでその見てくれた人が喜んでくれるっていうのは、なんかすごい楽しいなっていう一年ですね。まだ全然一年もまだ経ってないですけど、うん、そっか。なんかちょっと前までやっぱり CD 作らないんですかってよく言われたんですよ。ああ。その時になんか全然作る気が、作りたい欲がなくて、今もそうなんですけど、やっぱ YouTube ってなんかそういう風になんかアウトプット常にしてるから、あんまりね欲がたまらないですね、そっちのね。割と満足感たありますよね。ありますよ。大変やし、まずそんな場合でもないみたいな。で、ね、CD をねみんな3000枚とかするんですよね。で売るんですよ。3000人しか聞いてくれないですよ。でも動画でこう自分のなんかねザーって弾いた曲がなんかねちょっと10万再生とかいったら10万人聴いてますから、そう考えると CD ってなんかいるかなみたいな。まあ全然世界表現するものも違うし世界観も違うんですけど、なんかねあのちょっとした代わりにはなってるなっていう気もしますよね。そうですね。和樹さんはまああのね、最近ごくごく最近こうガッと来てると思うんですけど、なんか周りの目が変わったりとかいろいろこうなんか面白い機会があったりとかします？あ、僕ですか？うん、あ、和樹さん。あ、和樹さん、ごめん、奪っちゃった。僕なんかあんまり今そもそも学校とかでもそこまで人付き合いが多い方じゃないんで、学生さん周りの目が変わるとか特にないですけど。まだ学生か。学生がそうか、学生か。そうだ。いやいや本当にそうです。大学生ですね。大学生です。あ、でまあそうですね。なんで周りの目とかあんまりないんですけど、やっぱりまあ今回も山口さんに声かけていただいたし、うんうんうん、ピッキーさんとか井戸下さんも豪介さんもツイッターで喋るようになったし、うん、なんかいつも画面の中で見てた人がこう話せる相手になるってめっちゃ楽しいし嬉しい。それが大きいです。いやもうね、そう、うん、いいですよね。やばいですよね、いろんな人とね。悪いとこはないですね、僕も。ね、そうそう、ない、なかなかね、もう思い返してもあまりないなっていう感じですね。まあじゃあみんなで、まあ、強いて言えば、はいはい、強いて言えばなんか母親がチェックするようになったことかな。恥ずかしい。あ、でもそれ確かに甥っ子がなんか僕のチャンネル見てるとかっていうで、なんかなんか襟がピッてなりますね。なんかその背筋がピンとなりますね。なんか見られてるんやと思うと。まあ、でも僕なんか親を出してますからね。あ、そうだ。そうですね、そうですね。お父さんのやつとかめっちゃいいですね。俺はそれでなんかいいっすよね、そういうのね。最近嫁も出してるし。ああ、そう、見ました、見ました。めっちゃいいですね、あれ。そう、利用しまくってます。ということは、まあみんな YouTube やった方がいいぞと。そうですね、まあ、顔出しのリスクとかね、やっぱ考えられてる方とかもひょっとしたらいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、それがね、いける方は顔出してやると楽しいですよね。うんうん、でもね、やっぱこうどん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 その YouTube のサーバーにはですね、動画がどん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 日に日に溜まっていき、うん、みんながこうコンテンツを出して、どん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 ギターコンテンツも溢れている状況なんですけど、今からでもやった方がいいですかね。どうも、思います。それはやった方がいいんじゃないですかね。もう遅くない、まだまだ、うん、遅くないですかね。全然さっきおっしゃってたように、そのカテゴリーを絞るとやっぱり見てもらいやすいかなとは思いますけど、結構ノープランでいくとちょっとしんどいところもあるような気はしてて、最近、うん、コロナの状況もあってやっぱりみんなギタリストとか、まあ、ミュージシャンっていうのがどん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  YouTube やっぱり、
参入してきてて、まあ芸能界からもどん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 来ている中で、結構こうノープランで行くとまあ木図感が結構あるなっていう、だその辺がちょっとちゃんと考えたりちゃんと計画していかないと結構時間取られるじゃないですか、 YouTube 作るのって、あの動画、うん、うん、練習時間もやっぱりね取られるし、寝る時間も取られるし、彼女とデートする時間も取られるかもしれないんで、その辺はちゃんとマネジメントしないとなとは思いますけどね。うん、やっぱり YouTube 今から例えばこんなのやったらいいよとかそういうアイデアとかあります？例えば今からちょっと名乗りを上げたい方って多分いると思うんですよ、何かしらね、まあ、YouTube じゃないかもしれないけどこんなことやったらいいんじゃないかなとか、なんかリッキーさんそういうアイデアいっぱいありそう、コンサル的な。いやー、どうなんですかね、僕が個人的に見たいっていうのが、うんうん、スタジオミュージシャンの方のそのレコーディングの風景というか、裏側っていうか、サウンドエンジニアさんのそのやってるとことか、あの舞台裏とかですね、ライブとかでどういう風に照明ができて、どういう風に企画とかね、そういう演出がなされてとか、そういう裏側系ですね。なんか本当に、なんかスタジオミュージシャンの方って忙しいと思うんですけども、あの iPhone 片手にもその風景回してくれてるだけで俺は、見たいなって思いますね。まあ伸びるかどうかはちょっと保証はないですけど、うん、単純に個人的にはそれが見たいな。確かに確かに、そういう、うん、この前ね梶原淳さんにお話を伺ったんですけど、はい、そうやっぱ面白かったですよね。すごくみんなも興味あるみたいで、うん、再生数も3万再生ぐらいいってて、なんかトーク動画にしてはかなりね、みんな、うちの親父もなんか見てたらしくて、ギタリストもでもないのにあの動画は良かったって言ってた。へえ、あの動画でもめっちゃ良かったですね、あの動画。うん、そう、あとなんだっけな、トムピースさん、トムピース、トムピアスかな、ちょっと読み方が僕定かじゃないんですけど、その方なんかなんだっけ、グラミーで弾いてるんです、うん、人なんですけど、グラミーを自撮りしてて自分で弾いてるやつと、へえ、リハかな、なんかそれ撮ってるやつが面白かったですね、うん、グラミーですからね、そんなもんだ、いいのって思ったけど大丈夫それ怒られへんと思本当そうですね、うん、確かに、そうそう、そういうのもありましたけど、確かに、まあでもそれっていうのはもうすでにこう財産があるというか、自分にもうキャリアがある人しかできない、アウトプットできないやつなんで、なんかこう何ももう何も持ってないって言うとあれですけど、なんかこう、うん、何もないとこからちょっと名乗りを上げるのってなんかこういいアイデアないかなっていつも一緒になって考えたりするんですけどね。あ、でも結構僕これからの YouTube って、うん、なんか Twitter のようになっていくんじゃないかなって思うんですよ。ほうほうほう、なんか一昔前って本名を出すのが億劫だったじゃないですか、はいはいはい、でもそれがその Facebook とか出てきて、その本名を出すのが結構普通になってきて、うん、で Twitter で何もない人でもなんか見つけた写真バッてあげたら何万、もう何十万リツイートとかいいねとかありえる世界になってきて、うんうん、YouTube でもまあ顔出しなし、ありでもどっちでもいいですけど、その中にブログ的に YouTube 使ってくるっていう時代が来るんじゃないかなって思ってるんですよね。で、その中で、まあ普通は面白くないコンテンツばかりですよ。もちろん一般人がただのブログ感覚で YouTube 動画を撮ってるから。うん、でも、ある動画はすごい伸びるかもしれないですよ。Twitter みたいに。で、そこきっかけで、あ、なんかこの人面白いって感じで伸びていくみたいな。だから、なんかやりたいなと思ってて、でも自分に能力何があるかわからんっていう人は、とりあえずもうアソート感覚、うん、アソートのお菓子感覚でいろいろ動画上げてみたらいいと思うんですよ。ああ、可能性。うん、なんか、バイク形、うん。うんうん。何が伸びるかわかんないですもんね、さっきの話でもね。うん。超豪華みたいなね。そう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 。ね、超豪華。うん、なるほど、はい、そっか、じゃあまあもうこまめに何でもいいから、とりあえずそのやっぱね動画こう僕らね作ってるのを見てると、あんな編集しなきゃいけないのかとか、うん、あんな書かないといけないのかっていう、多分そういう気負いもあったりすると思うんですけど、その辺はもう気にせず、もうポコ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 上げていけと。もう iPhone で大丈夫だと思いますね、ノー編集とかでも。うんうんうん、うん、
なんかで他人がこう例えば僕がこれ伸びますからやってみてって言ってもその人が興味なかったり熱がなかったりしたら結局その動画面白くなくなるん で、 そうです、ね、で他人が決めるのってどうなんかなっていうのは思いますけどね。だから、うん、自分でもいろんなことを試して自分で見つけていくっていうのが自分にとってもいいんじゃないかなって思いますけどね、うんうんうん、だから自分の生徒さんにもこう上げ、はい、なんかこう自分の練習風景をザザザッとこうあの上げてるだけでめちゃめちゃこうなんかそれを応援するファンの人が できてたりなんか、ね、そうそう上手いっていうのがもう飽和状態じゃないですか。もういっぱいいるでしょ上手い人、うん、でもなんか伸びる人なんかこうだんだん上手くなる人ってそんなにいないから、うん、そういうなんか、うん、エンターテインメントあるのかななんて思ったりもあります、ね、そうですね、なるほど、うん、例えばなんかよくあるイメージとして売れないバンドマンみたいなそういう定型があるじゃないですか、はいはいはい、だからそういう人の生活を覗き見できる的なチャンネルがあれば絶対面白いと思うんですよ、なるほど、ね、なんか普段の日常あ面白そう頑張ってるバンドを追っていくっていう売れないドキュメンタリーだよね、うん、リアルドキュメンタリーだ、モーニングルーティーン、いいね、モーニングルーティーン今日も売れねえなっつって、うんね、で結局人気出てバンドも売れていくみたいなまたストーリーが出来上がるみたいな、うんうんうん、そういうの面白そう、なんかそれこそ本当にもうごく普通の OL の人がね帰ってきてなんかデザート食うみたいなんでも伸びてたりするらしいじゃないですか、うんうん、ルーティーン動画は確かに分かんないですね、うん、ルーティン動画めっちゃ大変ですよ。ん大変でしょうね。ルーティン動画めっちゃ大変で、やってみようかなと思って撮ったんですけど、これ多分無理だと思って、やめたことだ。マジですか。そっか。まあでもその、一生懸命生きてたら、やっぱ好きなこととか、なんか自分が得意なこととかって、やっぱ誰でも出てくると思うんですよね。うんうん、まあちょっとギターに限らない話になっちゃうかもしれないですけど、なんかその自分の好きなこと、得意なことっていうのを、まあさっきの、大森さんの話と一緒ですけど、これが好きですとかこれができますこれが得意ですっていうのをまずやるべきかなとは思いますね。その YouTube これが受けるだろうみたいな多分そういうのはあの長続きしないし、うん、多分しんどくなるからやめちゃうし、うん、っていうとこかなと僕は思いますね。もうちょっとナチュラルにやってみたら気楽に、そうですね、うんうん、楽しむ目的でやってみた方が、うんうん、行きやすいかもしれないですね、うん、なるほどということですね。結構いろいろいろんな貴重なお話が聞けましたけども YouTube でね、まあ、この、 トーク動画公開する部分と、まあ、サロン内で公開する動画あの部分ちょっと分けてて、まあ、一旦この辺りでちょっと締めようかなと思うんですけれども、あの皆さん、まあ、YouTube やってらっしゃって、まあ、あの各ね、まあ、あのチャンネルって、まあ、皆さん、まあ、見てらっしゃる方はご存知かなと思うんですけど、他になんか告知したい、まあ、そのあれだ、大森さんだったらあのサロンじゃないや、その何でしたっけ、あ、はい、うん、なんかこう講座ですよね、サロンではないんですけど、うん、まあレッスンの講座を売ってます。それはあのオンライン上で大森さんの動画が見れてタブとかも見れるみたいな、そうですね、そうですね、動画で教えて、でまあ生徒さんは、うん、とはまあメールであの質問があったら送ってきてもらってとか、うんうんうん、まあ、生徒さんが動画撮ったやつを僕が添削したりとか、そういうコミュニケーションあるんですけど、はい、なるほど、まあ、でもチャンネルに行けばあのチャンネルでガンガン宣伝してるんで、うん、チャンネルで大丈夫です概要欄から見てください他皆さんあの何か告知事があればぜひぜひ、特に特にないですね、僕はチャンネルに行っていただければ、レッスン、あ、まあ、レッスンやってはんですけど、まあ、この事態なんでね、そのやっぱ、うん、難しいじゃないですか。オンラインはやってないですね。オンラインも一応やってはいますけど、うんうんうん、まあ、あのとりあえずチャンネル見てもらったらそれで十分ですありがとうございます。皆さんって感じです、ね、そんな感じですかね、はい、はい、ということで、はい、皆さんありがとうございました。とりあえずじゃあ YouTube はありがとうございました、しといていただいて、皆さんね、あの視聴者の皆さんは各チャンネルね、なんかあればチェックしてみていただけたらなと